ん？足。うん。中目黒ってなんかあるとか。あれ？あれ？ちょっと待って、これって。どちらも良かったんですが、だから2回行ったことにしないでくれ、頼むから。ちょっと待って、あれ中目黒行ったよね。あれでも、ちょっと待って、これどういう判定になってんのこれ。だから2回来た判定じゃないっつーの。何回言わせんだ。ちょっと待って、中目黒と歌舞伎町には行く必要がないということだけは分かった。となると、ごめんなさい、ロードし直しです。ということは、もう一個あるとしたら、名古屋か。ん？道路に面した1階入り口、そこに随分と人だかりができているのが見える。ビル周辺の空きスペースは民放各局、新聞社の取材用車で埋め尽くされていた。何事かと見守る先で入り口前に居つけた高級車から一人の男が降りた。同時に報道カメラフラッシュが立て続けに先行し、男の表情を手足出した。すでに60を超えていそうだが、その眼差しは堂々として違和感を感じられる。記者たちの会話の端々から男の身分が知れた。名古屋創立者、アーサー・ヘルトマン。来日したの？なぜ彼がこのタイミングで日本を訪れたのか。どうも臭いな、気になるところだが、今は手の出しようがない。未だ騒然とする名古屋ビルを後にして、俺は車を走らせた。なんだろう、今のフラグ？でも、あとどこ行きゃいいの？経産省？経産省に行くか、里井を訪ねるか、わかんないなぁ。これは変わんなかった。じゃあ、山上メゾン、あ、メゾン山上か、そっち行こう。里井はいるだろうか。インターホンをして待っていて、やがて人も出てくれる気配がする。わずかなドアの隙間に顔を覗かせたのに意外なことに女だった。誰、新聞の勧誘を修理セールス以外、うちはお答えですけど。あ、いや、そのご主人は。あれ、まさたかにご用ですか？布教活動とかじゃなくて。笑いながらドアを開けてくれる。ごめんなさい、最近その手の人間が多いから、てっきり。いや、いいんです。それで、まさたかさんは。ああ、なんだか調べ物があるとかで奥にこもっちゃったけど、ああ、なったらもうしばらくは出てこないよ。そうですか、なら出直すことにしますと、お邪魔しました。すいませんね、何か伝言があるのを伝えておきますけど。いや、多分わかってると思うんで。で、見てマンションが飛びする。あ、まあ、やっぱり里井のサイクンなんだろうな。少し気の強そうな女性だったが、ある意味里井とはお似合いかもしれない。そっちでもなかったか。品川ふと行く必要ないけどね。やっぱ品川風でもないですね。そうすると複数箇所巡っていくとか、もうジャンプで秋葉原行く用事もなさそうだしな。ここで秀田とあったら笑いもんだけどね。これはなんか動いたのか。おや？え？
と待って。一応目読しちゃったけどさ。やばい、これどうしよう。まさかのここで死亡フラグか。嫌な予感がするな。え？ちょっと待って。なんであんたがいるの？びっくりさせたな。はぁ、あ、吉川でしたね。俺の目に映った男は俺が知る限り最もいい加減この街を行く人間の一人だった。吉川一馬。私立探偵でこの事務所の主。この街の何かを見た男。大層な物言いだな。ここは俺の事務所だぞ。俺がいて何が悪い。いや、お前がいない間いろいろあってな、座るぞ。俺がそう言うと事務所のソファーへと腰を下ろした。まったくその横柄な態度どうにかならないのか。じだ、諦めろ。吉川は呆れた顔をして2本目のバージニアスリンを口に加える。で、俺に何の用だ？あ？俺に用があるからここへ来たんだろう。ああ、そうだな。おい、用意どうしたんだ？ボケたんか？言っただろ？いろいろあったんでな。吉川、お前どこへ行ってた？俺は両手の肘をテーブルの上にドンと乗せると吉川の方を向き直った。俺が？なぜそんなことを？吉川は俺から視線をそらしながら捨ているタバコの沿線を見つめている。切れた夏美、里井正隆。お前の仕事仲間ですら所在がつかめなかった。これは恋としか思えんな。ああ、いろいろあってな。福島の方まで行ってきた。福島？それがあっちへ少ない。持っていた携帯の電源が切れてしまってな。現地で充電しようと思ったのがよく考えれば、せっかく緑深き田舎町に来てどうして携帯に電源なんか入れなきゃいけない？そう考えると馬鹿らしくなって電源を切っていた。なるほど、それは分かった。それならなぜ福島へ？観光という理由ではダメか。お前でなければ納得したろうな。分かった分かった。仕事はそれ以上は職務上の秘密。なるほど、大層な職務だな。俺はそう言って立ち上がるとゆっくりブラインドを置いた事務所の窓際へ歩いていく。薄い鉄のプレートを指で軽く押し下げると視界に秋葉原の街並みが覗き見える。あ、そうだ、慌ただしくか。慌ただしく戸締まりをする人たちと警戒配備につく警察官たち。いずれ消防庁や防衛庁も姿を見せるようになったろう。吉川はお前はこの街がなぜこうなっているのか知らないのか。さてね、ずっと田舎に行ってたからな。新聞やニュースは見てない。上野についてびっくりしたぜ。戦争でも起こるのか。これはな、戦争なんてもんじゃない。ただのテロだよ。世界を滅ぼそうとするテロだ。テロ？一体どこのバカな奴だな。山崎健二、お前が探している奴だ。上の言葉に吉川の眉間が動いた。吉川は黙ったままでいるが、その黒く焦点が絞られた瞳が全て物語っている。浅田、お前俺の依頼内容知ってんのか。俺はブラインドから手を離してソファーの方へキビスを返した。俺たちの捜査線上に最初に上がった人物がジェイミー・アサギだった。失踪した彼の影を追う間にお前に行き着いたのさ。なるほど、そういうことか。それで、アサギ教授は生きてはいる。実際お前の依頼内容を聞いたのはジェイミー・アサギという本人の口だったからな。なぜだ。教えてやろう。だがその前に、俺は吉川の動きを止めるように右手を左、で前に進みました。熱いコーヒーを一杯と俺の質問に答えてもらおう。吉川は呆れた表情で首を振ると奥空そうにキッチンへ向かって立ち上がった。さて何を聞くかな。漆崎との関係ってことは、要は漆崎が以前パート3ですね。そこで入ってきた可能性があるということで、これがあると思うんですけれども。